皆さんこんにちは。サッカー DJ、そしてシンガーソングライター、ダンプ親父ボーイでございます。いや、今日のナビゲーターはこちら、アヒルちゃんでーす。ウレアトモヒロくんでーす。泣き方可愛くね、可愛くね、もうね、でもね、なかなか、こんなこと言ってますよ。本人結構爽やかキャラで、すごい人気者で、本当一緒にライブやったりするんですけど、大体こう、会場のファンの人が、わーって手振ると、僕も手振って先出ると、ファンの方がみんな邪魔だ、ダムさんちょっと邪魔なんてね。ねえ、本当にね、前座にもなる。パセリにも、ねえ、本当に妻にもなれないような男で、ダンプ親父ボーイでございますね。はい。ね、ダンプの前世は、虫のガーガーガー。だからイナゴも好きなんだな、なんてそんなこと言うんだよね。ラジオ界のお邪魔虫と言います。どうもすいませんね。はい。その前に今の言葉で、ね、腹の虫が収まらねえよ、お前。ね、虫に来るならね。ねえ。ちょいか、噛みつくぞ、ねえ、ねえ、ほんと、蚊にもならないようなやつですけどね。もうそんなハエにもならないような。そんななんですけど、まあ、前回はね、はい、熱くちょっと、やっぱ音楽をお互い作詞作曲して、まあ、僕よく自分が作詞して作曲、フリア君がやりまして、そして、一緒に歌いながら僕コーラスやったりするんですけど、まあ、僕も作曲することがあって、お互いでね、音楽についていっぱい語っていこうという、このダンプアーティストフレンズなんですけどね。いや、はい、そこでなんですよ。今日紹介するのは実は僕ね、どうでもやりたかったんですよ。ね、はいはい、今日は、関西でまた活躍中のトリコロールといって、はい、女の子2人。はい、まずキーボードとボーカルがミーヤン。そしてサックスとコーラスをやるのがミナミ、はい、と言ってのこの2人組のトリコロールというんですけど、実は僕がやってるラジオ、はい、LCVFM でやってるダンプヤジボーイのやっつけラジオナイトメアという番組の以前もやってた、はい、FM 佐久平の方でもやってた時の頃からもエンディング曲は変わらずトリコロールなんですよ。トリコロールのこの今日紹介する負けないでなんですよ。実はこのね、ダンプのダミ声に負けないでみんな耳を支配されるんだ。いやいや、今大体もうみんなね、今電源切っちまったと思うからチャンネル変えてるね、多分ね。負けちゃったかもしれないけどね。ね、でもそんな中なんですけどね、今実はまあ僕のこのラジオなんですけど、オープニング曲はフリア智弘君と僕のノーボーダーでございます。ノーボーダー。まあ今回は僕はね、コーラスだけのね、出てるんですけどね、ノリが良くて、ね、はい、エンディング曲はなぜエンディング曲っていうこれをしたかというと、すごいノリが良くて、はい、あ、ね、うん、俺のラジオダミ声を聞いて、ゲスな、ね、トークを聞いて、下ネタトークを聞いて、うん、落ち込んでる人がこのトリコロールの負けないでを聞いて、はい、来週も負けないで聞くかっていうような感じでね。だからもうね、うん、切っても切れない縁になりました、トリコロール、うん、いや、それは嘘なんですけどね。でもね、うん、実はね、そのトリコロールなんですけど、はい、僕とさっき付き合いが長いと言ったんですけど、それをね、はい、音楽を聴いてからちょっとね、フリア君と語ろうと思います。そして音楽のこの領域のことについてもちょっとね、語ろうと思いますので、じゃあまずは聴いてください、はい、トリコロールのナンバーで負けないで、はい、どうぞ。楽しいことばかりじゃない、なんで私だけが、人と比べてむしゃくしゃして、何もかもが嫌になることもある。当たり前に過ごす毎日だって、本当はかけがえのない一日なのに、どうしてそんな簡単なこともわからなくなるんだろう。
けどね、すごいなんか負けないでっていう歌詞を聞くと、うん、なんかこう、はい、一方的に応援するっていうのがあるじゃないですかね。でもで、ね、このミーアンがこのね歌ってるの中で問いかけてくる、はい、こうじゃないのよって、うん、なんとかじゃないのよっていうような、どんどんなんか、はい、ミーアンとミナミとあのなんか喫茶店のテーブルで一緒に3人で座ってコーヒー飲みながらね、こうした方がいいんじゃないのよっていう、はいはいはい、なんかこう語り合ってるような、なんかアットホーム的なフレンド的なこう感じになるのがこのトリコロールの不思議な世界なんですよね。あのまあ、うん、その歌詞もそうですけども、はい、冒頭のね、うん、このサックスの音色がね、あ、南のね、こう軽快でいいんですよね。で僕、はい、唯一トリコロールに MC で大阪呼ばれてるんですよ、ステージで。あ、すごい。でそれで呼ばれて僕喋ってるんですけど、もうあの、はい、嬉しくて嬉しくて、あの次、はい、ちょんこついちゃいまして、調子こいちまいまして、もういきなりサックス吹いてて南うまいじゃんって言ったら、もうダンプさんだなって言ったら、何ちくわ加えてんの、腹でも減ったのかって言ったら、シーン、南の手が震える。ほんでミーアンがピアノ弾きながらで、ねね、ダンプさん遠くから来てくれてありがとうって言って、おい南いいじゃないか、その指使いって、俺の背中やってくれよ、マッサージやって、あの指圧してくれよって言ったら、シーン。それから二度と呼ばれなくなりました、僕 MC でね。ね、もう出入り禁止、ね、そう、ね、そう。で、あの、ステージでは負けちゃったダンプヤジボーイですが、まあけど仲良くね、ね、そう、今でもね、あの、仲良くしてもらってるんで、実はこの僕ね、あの、インディーズを好きになったきっかけになったのが、このトリコロールの負けないでなんですよね。はい、実は僕はですね、ラジオドラマの時に、拡張型心筋症と戦うてる子供のために作った物語で、うんうん、曲を探してたんですよ、はい、どうしてもなんか元気が出る曲が欲しいってメジャーのアーティストがもう探したんだけど、何かこう、はい、なんかなかったんですよ。そうしたら仲間ね、リスナーの人から大阪にいる、いや、はい、この歌使ってみればどうですかと言われて聞いてみた時に度肝を抜かれたのはこの負けないでです、はい、さっき言った サックスのね、サックスとピアノが、うん、なんかこう、もうミーアンとミナミが、もう入り乱れてるような感じ。居酒屋でもう、飲んだおめえ、このバカ野郎なんて言いながら、ね、こう、絡み合いながらね、から、そうかそうか。ね、そんなね、けどね、なんか二人がね、こう、なんか自分の心を勝手にこじ開けてきて、ね、はい、何かこう引っ張り出してくれるような、そんなのに感銘を受けまして、僕は直接連絡を取って、こういうわけで使わせてください。はい、って言ったら、うんうん、みなみも笑顔で鼻をほじれながら、いいよ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 、ね、アヒルにつけちゃおう、ね、なんて感じでね。ね、ね、そうそうそう。ね、ね、でもそれでいいよと言ってもらいまして、それからの付き合いで、そうです。ただ僕がそして、インディーズのアーティストをこう僕が今いろんなラジオ局にも紹介したりとかかけたり、自分も紹介したりするきっかけになったのが、トリコロールの負けないでなんです。はい、ね、えこれ僕はすごい惚れて、でミーアンの歌声もサックスもこの音域がすごいなんか上に行ったり、ね、この声の領域、ね、音の領域をすごいあの他ではできないような独自の音楽センスを見せるじゃないですか。でさらにミーアンのね、うん、ミーアンの声も声量もいきなり高くなったりとか言って、こう、もう本当に聞いてるだけでも不思議ともあっという間に終わってしまう時が、もう導かれてしまう。ね、うん、歌に導かれて最後に聞き終わってから、あ、元気出てきたっていうような感じのね。なんかこう、応援ソング。はいはいはい。ですね、あの、うん、ハモリがね、多分ね、うん、2人結構声域っていうか、あの声の質が結構近いと思うので、お二人がそうだよ、ね、ハモリが、ね、とてもバッチリハマるんですよね、うん、だから2人でねステージで領域展開なんてやってるのかな、うん、アニメ知らない人すいませんでしたね。 でも本当にそう幅が広いんですよね、すごい。でライブもね、はい、あの僕映像を拝見しましたけど、はい、とっても楽しそうにね、そう見てるそのライブのお二人の雰囲気からもすでにパワーをもらえる感じしますよね。いいですよね。でも僕がね、たまにね、いろいろとねギャグ言いすぎるとミヤンミナミがあのたまにしばくぞって言うんですけどね、ね、しばくぞっていう感じで、でも最初それが僕しばくぞってあの関西弁でね、やっちまうぞって言ってね、殴るぞみたいな感じだったんで、はい、俺間違えちゃってしばるぞって言ってると思って、こいつらやべえやつちょっとワクワクするんだけどなんて、俺独身だし、そっちも嬉しいで、独身でも毒の心と書いて独身でございますね。ね、やめてトリコロールを怪我さないで。そうそうそう、ね、そうそんなね怪我したくなくなるような歌なんですけど、フレア君のこの、はい、このね、さっきも言ってたんだけど、この二人のハーモニーっていうかね、コーラスが、すごいね、はい、
絶妙ね、やっぱね、古い付き合いでも音楽をね、音大から一緒なんですよね、か彼女ですね。ずっと一緒で。大阪芸大からね。ね、そうそうそう。フランスの、ね、うん、国立音楽院のご出身ってことで。そうですよね。オフランスでございますよ。オフランス。ねえ、あのフレンチです。基礎がフレンチ、うん、しっかりね、してるから、うん、やっぱりね、あのもう、こういったね、うん、あの振り幅が広いね。だよね。できるんですよね。だからね、僕もラジオで喋ると下ネタの幅広いじゃないですか。トリコロールがフレンチならば俺はハレンチなんですよね。やっぱりね、この領域がすごいですよね。やっぱりね。いや、ゲスはゲスだな。トリコロール、ダンプ、フリア 2ミリ上って感じよね。変わんねえんだよね。ね。ね、やめて。いやでもね、けどこのね、トリコロールのこのね、歌。そしてステージを見るとね、うん、でも二人のね、トークもね、意外とね、歌と違って世界を見せてギャップの良さがいい。二人ともね、なんか ね、漫才始めちゃうような感じでね。なんかちょっと可愛らしいような。そう、やっぱね、うん、そこで僕も、あの、人柄に惹かれましてね。そして、あの、今はもうずっとこの曲を使っているんです。今、県域放送でも、はい、いろいろな県域放送もかけてもらいましてね。すごい反響良かったんです。なかなか反響が良くて。そして、あの、トリコロールの二人もね、僕のラジオはね、はい、絶対聞かないって言ってるんですけど、ね、ね、ね、そうそう、忙しくて聞けないと思うんですけど、うん、やっぱね、ファンの方もすごい多くて、トリコロールファンの方も実は僕のラジオすごい聞いててくれてましてね。おー、すごい。でも一緒にこう盛り上げてってるんですけど、やっぱこのね、インディーズの歌に本当に目覚めさせてくれたのが、この負けないで、僕の人生、ね、ね、この負けちゃいけないというか、こう負けることを、うん、を怖がる自分がいなくなった、という歌が負けないでなんですよね。はい、確かに、ね。そのね、トリコロール、他にもいい歌あるから、またね、あの、トゥリア君 と、はい、どんどん撮って、いろいろね、紹介していこうと思いますので、ね。いいですね。いやじゃまた、トゥリア君、またちょっと語り合いましょうね、ぜひ。ね。今日は、トゥリア君、ね、ありがとうございます。ダミ声ガーガーもありがとうございます。というわけで、今日はトリコロール負けないででした。ね、この世には、メジャー、アーティスト、歌の世界は平等です。すべて一緒です。それは、あなたの心のメジャーで聞いてください。心の耳で聞いてください。それはインディーズではない。メジャーです。あなたが聞けば全てがメジャーになるわけです。あなた自身もメジャーになります。というわけで今日はありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。サブ、アップ、トップ、トップ。サブ、アップ。Top, top.